はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回こちらの新 MA 参戦 SMAJF、 やっぱり引いていこうと思います。やっぱり、はい、もうグランダリーナはね、開幕したんですけども、グランダリーナが開幕するまでに引かなかったら、おそらくもう引くことはないみたいなことをね、日曜までに引かなかったらもう引かないだろうとね、動画で言っていたと思うんですけども、気が変わりました。まあ気が変わったというか、毎回新 MA ガシャはね、なんだかんだ必ず引いてきていたと思うので、なので、まあ今回だけ引かないっていうのもね、なんかね、ちょっとね、と思って、パトリア差別になる。はい、なので、まあ今回も11連、1回だけですけど、11連一発チャレンジ、やっていきたいと思います。はい。まあ来週のアリーナのシリーズボーナス的にフェス限復刻ガシャが来るんですよね。明日のメンテで来るのかな、それとも来週かな、この辺はねちょっと分かんないんですけども、なのでまあ今回はね、そのフェス限復刻ガシャ結構引きたいと思っているので、GA の編成を組んでいて、やっぱりコマがね足りなくなってきてるんですよね、なのでそう、一発ドカンとねフェス限複数ね当てたらいいなと思っているんですが、まあ確率がねどんな感じか次第なんですけど、はい、まあとりあえずね、今回はダイヤ100だけ使っていきたいと思います。まあ、ダイヤ100使ってもね、まだダイヤ300以上残るので、で、あとなんだかんだまだ EX タワーもろもろねクリアしていないので、はい、その辺でダイヤはまだかき集められるかなと思っております。では一発いきましょう。の前に提供割合だけ改めて、はい、というわけでグレード4 15%、 はい、かなりの高確率で、パトゥーリアが 3% なんですよね。で、他の MA は特に上がっている、確率が上がっているものはなく、全部 0.48% なので、いらない MA が当たる可能性もある。まあ闇鍋ですよね、 15% ですけど。まあ他に来てほしいのは、前々からずっと言っている、まずはネオジオングですね。ネオジオングを星6に星上げしたいので、ネオジオング。そして、どこだ?サイコロ、あ、いますね。サイコロガンダム。はい。この2体がパトゥーリア以上に来てほしい MA となっております。あとは、まあ、ビグラングだけ来てほしくないんですよね。ビグラングがもう星6、唯一の星6なので、はい。他はまあ来ても押し上げが可能ということでありですね。はい。複数お願いします。複数体。3体。まあね、僕毎回 MA ガシャ、そんなにね、来たことがないので、向いてないんですよね。ということで、はい。今回も不安ではありますが、一発だけチャレンジ。していきたいと思います。まあ、運試しですね。毎回運試しを新 MA ガシャでしているということで、今回もやっていきます。MA ガシャは毎回多分ポチッとなで引いてると思うので、まあ、それがいけないのかもしれないけど、ただまあ、特に今回は、セリフっていうセリフもないので狙い撃つっていう単発でもないので、はい。では今回も魂を込めたポチッとなで一発やっていきたいと思います。それでは行きましょう。最悪ね、取れなくてもまあ選べる星 4MA チケットがあるので、はい。ではお願いします。行きます。ポチッとな。はい、星4番。これは星4確定ではないのか。なので一応爆死という爆死は免れた。ただここからね、一体だけで終わるのか、それともパトゥーリア来るのか、さあ見ていきましょう。 2、3体、どうだ、複数ね。最初の方に来たね、赤いのガンダムマーク2から、うー、白、黄色、白、黒、黒、赤、おお、どっちだあれ。同じやつ。同じやつ。パトゥーリアではない。でも、ネオジオング
のディテールということも分かりました。ただネオジオングなのか2ネオジオングなのかあーでもあれなんか2っぽいな、なんか2っぽいな。皆さんお分かりですか、あれがネオジオングかそれともネオジオング2なのか、どっちか分かった方は天才多分2来てほしくない方な気がするな。なんか違う、ちょっと違う、微妙に違うと思うんですよ、さあ見ていきましょう。はい、ガンダムマーク2ティターンズ。いやーパトリア来なかったね。はい、ザック、ゾロアット、ビルゴ2、キュレマーク2プル2、おー同じキュレマーク2プル2、陸戦型ガンダム、グーン、ディン、ソロソ。はい、ほらね、いやーマジかー、ネオジオング違い、ネオジオング違いです。2ネオジオング使えないでしょ今、多分 GA の編成に置ける、置けますか、なかなか置いてる人見ないと思うんだよね。だいたいシナスタから登場させるぐらいしかなんか結構特性書いてあるけど、いやー情報修正希望ですよね。いや全く同じだった気がするぞ。次が赤い方なわけないよね。でもそれだったら確率的にすごい 0.48% の同じやつが来るって。はい、見ていきましょう。ほらね、いやーやっぱり2っぽかったんだよな。いやーこれは爆死ではないけども爆死ですねなんだこいつに好かれてるのか。でもまだ僕シナスタ持ってないんですよね。シナスタはないけどこいつは来る。いやー使っていける、スキル負荷、敵回避、弱体、ダメージ軽減、無効、スキル負荷、いやーやっぱりダメだ、やっぱり MA ガシャダメだ。まあ2体来たけど、2体来たけど特に当たり期待ではなかったですね。まだエルメスとかハシュマルとかね、この辺のデビルガンダムとかこの辺が来てほしかったですね。はい、というわけでもうこれ以上は引きません。あ、スクラッチだけやって終わりましょう。あ、そうだ、僕確か前回の MA ガシャの時に、前回のなんだっけ、あのアルパージルか、アルパージルの情報修正の時のあのガシャでスクラッチ当ててるんですよね。6分の1で MA 設計図5枚当ててます。これはもう1回当てることができたら腰上げね、設計図10枚になるので、さあどうだ、どこだ、12ネオジオング2体来たからね、2かな、うん、ここにしよう。さあお願いします、2ネオジオングの2、ホラミーすごい、これはすごい。前回の MA ガシャに続いてスクラッチは連続で6分の1当てております。いやーここで神引きを見せていく男テントモでございました。ありがとうございます、やった。どうかな、星上げできるかな。結構 MA おまけチケット余ってるので、はい、まあとりあえずこれで撤退いたします。ここから戻れないの、次のシート戻れない、なるほど、はい、はい、というわけでまあ2ネオジオングがねちょっと残念でしたけど、はい、ただまあスクラッチで神引きをお見せすることができました。連続大当たり、はい、確か、前回当てていたということで、今ねこういうふうに MA おまけチケット1、2、そしてあ、なんだかんだ3枚しかもうないのか、MSMA のやつと合わせて3枚しかないですね。結構使ったね。そうか、前回最高ガンダム召喚したんで、最高ガンダムマーク2を、
なるほど。で、今回1枚増えて4枚か。で、MA 設計図と合わせて、まあ、5枚みたいな感じですね。どうかな。いやー、ここで一気にネオジオング星6にするのはちょっともったいないだろうね。1回ぐらい設計図、ね、2倍3倍の時に来てもらいたい。はい。まだ6ガシャ、そしてシードガシャ引いておりません。また動画にしたいと思います。はい。というわけで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。他のね、この辺のシャーズ号、そしてジミナス、そして未確定、ね、この3種のガシャが今日じゃない、明日のメンテ前、明日大型アップデートなんですね、11時ということで、もうすぐ消えてなくなるみたいです。GAX 超円だけ残る感じかな。で、明日またメンテ後に何か来るんですかね。はい、フェス限来るのかな。はい。期待しております。では今回の動画はこれで以上となります。あ、ちなみにグランドアリーナなんですけども、初日が終わりまして、まあ、今回もね毎日配信はしていないんですが、初日の順位がね、なんと28位でございました。過去最高ですね。まあ、初日だからね、こういった順位もね起こりうることなんですけども、なんだかんだねまだこんな順位につけたことはなかったです。はい。まあ、グランダリナ EX ということで1日2試合ね。で、初戦はまあ全部ね86を狙ってはいったんですけども、76、そして85、なんだかんだ13ポイントか、13ポイント、ラウンドごとのポイントは13ポイントで終えたんですよ。で、2戦目で全部86の14ポイントでラウンド1、2、3と取れまして、そしたらね、最終順位、その日の最終順位が、22でした。で、残り20分でね、で日付が変わって28位という結果でございました。まあ、嬉しくてね、ちょっとツイートをしたんですけども、はい。というわけで、まあ初日はね、出だしは好調、さあここからどうなるかって感じで、もうちょっとねきつい気がするんですよね。GA の防衛編成を組んでいて本当にね思いました。いや、これは負けるって、まあ、防衛はねもう負けるものと思っているんですけど、ただ初日のね防衛はね意外と良くて、3勝していたんですよね。攻撃戦を始めるまでに、まあ今日まだ見ていないので負けてるかもしれないんですが、はい。まあ一応頑張ってやっていこうと思います。で、配信の方はね気を見てできたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。では今度こそ終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。